シノバックバイオテックリミッテッドは中華人民共和国の医薬品メーカー。生物製薬会社で感染症を対象としてワクチンの研究から開発及び工場生産を商業化している。北京に本社がある。A 型肝炎、A、B 療法の肝炎のワクチン、インフルエンザ、H5N1、H1N1 超インフルエンザワクチンを製造販売している。 パンデミックに対応したワクチンの開発を行っており、日本農園ワクチンについても手掛けている71種類のエンテロウイルスの開発を行っていて、広域感染症であるインフルエンザ及び日本農園、狂犬病ワクチンについても取り扱っている。補助的に動物用医薬品にも進出しており、動物用狂犬病ワクチンを開発している。2020年9月上旬に新型コロナウイルスの ワクチンの候補から臨床試験を経て承認を経た商品名コロナバックは2回の接種で90%以上の抗体が確認された。シノバック社のワクチンはカーナバッツは開発途上国の大部分にワクチンを接種するための好ましい選択肢となる可能性があり中国に先行してインドネシアとトルコとブラジルで承認を得た。ブラジルではワクチンの購入をめぐって アストラゼネカのワクチンを押すジャイール・ボルソナーロ大統領とシノバック社のワクチンを推すサンパウロ州知事のジョアンドリアが対立して政治的な問題となったが結局ブラジルの国家衛生監督長は全会一致でアストラゼネカのワクチンと共にカーナバッツを承認しサンパウロ州政府と連邦政府は出荷が遅れているアストラゼネカよりも先にカーナバッツの接種を開始した 知験データは各国でバラつきがあり、インドネシアとトルコでは安全性の懸念を払拭するために大統領のジョコウィドドとレジェップタイープエルドアンが自ら接種し、インドネシアではイスラム教に配慮してハラール認証も行った。一方でオーストラリア戦略政策研究所によるとブラジルで行われた研究でシノバックバイオテックのワクチンの有効性が当初見込まれていたより、 はるかに低いことが明らかとなり、これ以降ノルウェーでの高齢者死亡案件にまつわる中国によるフェイクニュースの拡散が急増しているという。また、有効性はわずか50%程度しかなく、中国疾病管理局長も認めたとも報じられた。ありがとうございます。